マンディーサ・ハンドレーは、アメリカの福音書と現代のキリスト教のレコーディングアーティスト。マンディーサは、アメリカ合衆国のゴスペル歌手であり、アメリカンアイドルシーズン5最終選考で第9位であった。マンディーサ・リン・ハンドレーは、カリフォルニア州、シトラス・ハイツで生まれ育った。エルカミーの高等学校卒業後、サクラメントのアメリカン・リバー・カレッジで、ジャズ歌唱を学ぶ。 その後、テネシー州のフィスク大学で、声楽演奏を専攻し、音楽学士を取得した。シカゴで、アイドルオーディション番組、アメリカンアイドルのオーディションを受けた。その時シンプルに、苗字なしで、マンディーサとして出場した。ホイットニー・ヒューストンから、デフ・レパードまで幅広く影響を受けている、としている。審査員のサイモン・コーエルは、 彼女のオーディション合格後、体型について何度かコメントをしている。最初の皮肉は、今年は、大きなステージが必要だであった。別の審査員のポーラ・アブドゥルは、フレンチがうなったような声だと評した。コーウェルは、フランスの方が合っていると言った。これらのコメントにより全米肥満需要協会は、憤慨し、後に2007年の彼女のアルバム、トゥルービューティーの元となった。 24人のセミファイナル出場者に落選者が伝えられる前、彼女は、コーエルに、私があなたに言いたいことは、そう、あなたは私を傷つけ、私は本当に傷ついて泣いた。でも私はそれを水に流すし、あなたは、謝ることはない。私のすべての罪が許されるために、イエス・キリストが死んだのなら、私もあなたを許す。と言った。コーエルは、恐縮し、 すぐに謝った。2006年3月7日、歌唱前のビデオの中で、24歳まで指しゃぶりをしていたことを明かした。そしてチャカカーンの、アイムウェブリューマンを歌い、審査員3人全員から称賛された。2006年3月9日、シーズン後の最終選考出場者12人の中に選ばれた。2006年4月5日、パリス・ベネット。 エリオット・ヤミンと共に初めて最下位3名の中に入り、アメリカンアイドル最終9名から敗退。最初に、テイラー・ヒックス、ケリー・ピック・クラーン、クリス・ドートリーと共に呼ばれ、自分以外の3名が、政府で、エリオットとパリスが、舞台の片方におり、エース・ヤング、キャサリン・マクフィ、バッキー・コビントンが、反対側におり、シーズン3で3名の歌姫たちが最下位3名に、 並んだことを思い出し、エース、キャッサリン、バッキーが以前に最下位3名に入っていたこともあり、彼女は、エリオットとパリスに、この最下位3名のグループが最も魅力的であると、言った。翌日、ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェーレノで、自分が一番敗退者にふさわしかったと語った。2007年7月27日、アメリカンアイドル敗退後、テレビのトーク番組、ライブ・ウィズ、 レギスケリーで、I don't have t any more を歌った。また、グラディスナイトや他のアーティストと共にアポロシアターで開催されたチャリティイベント、バックツーハーレムに出演した。トビー・マックのアルバム、ポータブル・サウンズに、トビー・マックとカーク・フランクリンとコラボした。2007年7月31日、1枚目のアルバム、トゥルー・ビューティーが発売された。このデビューアルバムは、 クリスチャンアルバムチャートで第1位となり27年のクリスチャンアルバムチャートの歴史の中でデビューアルバムが第1位になった女性アーティストの最初の人物となったまたビルボード200で43位となりクリスチャンアーティストのデビューとしては珍しい好順位であったそしてグラミー賞最優秀ポップコンテンポラリーゴスペルアルバム賞にノミネートされた ショーン・シャンケル、ブラウン・バニスター、クリストファー・スティーブンス、ドリュー・ラムジーシャノン・サンダース、ロバート・マービンジョサヤ・ベル、と5組のプロデューサーが参加している。作曲段階から彼女は、プライベートの時間を割いて参加し、意見や曲に対する希望などを共有したりしていた。2007年5月22日、最初のシングル、オンリー・ザ・ワールドが発売された。 ビルボードのシングルチャートで第1週では第2位だったが次の週には第1位になった。また、クリスチャンラジオでよくかけられるようになった。この曲はマシュー・ウェスト、サム・ミゼル、クリントラガーバーグによって作曲された。ウェストはこのアルバムで他に2曲共作している。メアリー・メアリーのカバー、シャックルズでは、ホーンセクションを特徴としており、トランペットでトミー・ボーン。 トロンボーンで、ロドニー・ミルズ、サックスで、シェーン・フィレン、ライブ・ホーンズが演奏している。ベジテールズの映画、ザ・パイレーツ・フードント・ドゥ・エニシングのサウンドトラックで、彼女が歌う、ザ・ライト・シングにも彼らの演奏が使われている。2007年10月、2枚目のシングル、ゴッド・スピーキングが、クリスチャン・ラジオで流された。2008年半ば頃、 ウェスト作曲の3枚目のシングル、ボイス・オブ・エイ・セイバーが、インスピレーションラジオで流され、インスピレーションチャートで、最高5位となった。2007年11月、たびたびコラボしている、マッシュー・ウェストとのデュエット曲、クリスマス・メイクス・メ・クライを収録したコンパクト版、クリスマス・ジョイが発売された。この年の初頭に録音されたマイケル・ W ・スミスとの、デュエット曲、 クリスマスデーも収録されている。クリスマスジョイは、ビルボードのクリスチャンチャートで、最高2位となり、クリスマスデーは1位となった。クリスチャンシングルチャートで、上位2位を同時に独占した、最初の女性ソロアーティストとなった。2008年10月14日、通常版アルバム、It's Christmas を発売。2009年3月24日、フリーダムを発売。 2009年4月14日、ナップスターのボーナストラックとして、We Are Family が発売されることが発表された。この曲を含めた、フリーダム、ボーナストラックがアマゾンで短期間販売されていた。2011年4月11日、w h a t If We Were Real が発売された。2011年3月、コメディアンのアニタレンフローと共に、 プロモーションのため全米ツアーを始めた。このアルバムからの最初のシングルは、ストロンガーで2011年7月18日に第1位となった。7月13日、アルバム売り上げが5万1000枚以上となった。テネシー州ナッシュビル郊外のアンティオーク在住。2006年、アメリカンアイドル出演後、健康増進と体重減少の努力をした。 二枚目のアルバム、フリーダムは食べ物への依存を克服した経験にインスパイアされている。2009年3月、75パウンドの減量に成功したこと、これと合計して100パウンド減量を目標にしていることを発表した。2011年2月、ついに100パウンドの減量に成功した。グレーヘアード、ヒックスブリングズソウルツーアイドルバイオエイドクオンフォーザー、スクリプツ、 ハワードニュースサービス、17マーチ2006、リトリーブドメイ25、2006、マンディーサプロフィール、about.com、2009年5月25日閲覧。ギャビーボラ、アメリカンアイドル5マンディーサ、S オーディション。YouTube、2011年12月1日閲覧。リニリー、マンディーサネバー。YouTube、2011年12月1日閲覧。 スターソングハットブレイキングミュージックニュースミュージックビジネスインフォメーションミュージックインダストリーセールズビルボード .com 2012年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年12月1日閲覧 g r r o r th, a, n, n, u, a, l, g, r, a, m, m, y, a, w, a, r, d, s, n, o, m, i, n, a, t, i, o, n, s g l a m y c o m アーカイブド2008年8月21日、アットザウェイバックマシン、マンディーサフリーダム。ビルボード2009年4月24日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2009年3月22日閲覧。 スティーブ・アルマシー、ホワット・エヴァー・ハップンド・ツー、アメリカン・アイドル・エス・マンディーサ。CNN、http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.com スラッシュ2009スラッシュショービーズスラッシュミュージックスラッシュ03スラッシュ11スラッシュマンディーサスラッシュインデックスドット html2009 年5月25日閲覧。ありがとうございます。